はい、皆さんこんばんは。こんにちはだな。今日も羊蹄町しるべ研究塾、今日は第38回。今日はね、時代小説に出てくる料理を食べさせていただけるということでね、非常に楽しみです。なので、この他にまだありますけど、とりあえず今回のメニュー1番から6番まで、で1番と6番はこの後に出します。で、から汁ってのからの汁で、この切らず汁、切らずっていうのは包丁を使わないで料理できるから切らずと言われたという。で、大阪の方では商売人が月末に食べるなるらしいんですね。それは商売繁盛でお客さんとの縁を切らないようにということで、原価的でそういう食べ方をしたという言い伝えがあります。まあ、そして、まあ、こういう川柳も載ってますけども、当然おからだからすごく安くて庶民の食べる食べ物だったということなんですね。これだから関西も関東も両方食べてます。で、2番目、里芋の黒ごまっていうのは皆さん手前にあるやつですね。そう、まあ、この里芋の下味が最初につけてあります。味ついてるけどそこにごまだれをかけてた。これはここに書いてあるように、こういう江戸時代のお惣菜としてこういうのを食べられてたっていうものですね。まあ、あと大根の油焼きっていうのは焼いて、これね、本来ね、太陽が照ってる時に外で乾かして、一日乾かしてからやるんだけど、昨日やったら雪が降ってきたんでしょうがない、部屋の中で乾かしました。あ、そういうのだった。はい、いらっしゃい。はい、どうぞどうぞ。お待ちしてました。そういうもんだ。そうなんだね。そういうもんだ。で、大根そのまま、ね、焼くのもあるんだけど、そう、手拭きで干してから焼くと旨味が凝縮されるっていうね、水分抜けるしね、そういう食べ方をするんですね。どのぐらいどうするの？半日。あ、なるほど。太陽が出てる間、やってみてください。まあ、れんこの煮込みって中にエビのすり身を詰めて、穴にね、そしてそれを片栗粉つけて揚げた。で、上にかかってるのはからしです。それから山芋の磯辺揚げ、本当におつまみですよね。一応山芋の中にちょっと塩を入れて揚げてます。揚げて、で、ハテナの飯っていうのが、まあ、出すと分かんないけど、そのご飯の中にある魚の、ね、味付いたのを混ぜて食べる。炊き込みご飯みたいな感じです、ね、少々お待ちください。ということで、まあ、その後、2回目、江戸時代のダジャレって。え、知ってるの？いつで分かりますか、これ。三浜鳥は知ってるね。一番、伊谷の岸文字も。伊谷の岸文字も結構ね、時代小説にはしょっちゅう出てくるんですよ、このね。そうであれば、ついてくるんでね。まあ、水天宮って人形町の横にあるんだけどね。だからそこに、あそこは上屋敷でしょ、あの場所だとね、人形町だけどね。で、そういうとこから名前が来てね。まあ、ダジャレですけど、江戸時代はダジャレを覚えないと馬鹿にされるというね、まあ、そういう言葉遊びじゃないけど、普通の会話の中に常にダジャレを入れて喋るのが江戸っ子なんですよね。それが関西と全然違うんで。これはほんの一部ですけど、こういうのでもなんとなく分かるでしょ、これ読んでね。じゃあね、このね、水天宮にしても、その下ちょうど吉祥な、吉祥ってどこにあるのって古地図を見ないと分からないでしょ。で、一応そこに今の人形町だから、人形町っていうことは水天宮のすぐ隣町なんですよね。地下鉄、東京の地下鉄乗ると分かると思います。日本中。いや、
まあ、とんざめに太田道館は有名な人だから、どんな人だか分かりますよね。太田道館ってどういう人か。太田道館は分かんないです。分かんない、はい、江戸城を建築した人。あ、そうなの。そう、子供だけど小学校上がる頃ぐらいから東京ではそういうのよく言われた。太田道館、江戸城を作った。だからできたとこ後に家康が来てるんだよね。江戸城建築してる方が早いんだよ。だから最初はそんな大きい建物じゃないの、うん、まあ家康が堀割作ってどんどん埋め立てて広くして、で、今の奥さんがあったんですね。で、堀割を掘ってその土が深川に埋め立てて、深川の中でいぶりがっこに一方的にポン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 しゃべると、ね、竹の谷みたいな、クリームチーズ、これをね、もうそういう感じになる。乗せて食べるとね、これがまた美味しいんだって。これ面白いな、ね、まあ、あとはいぶりがっこにクリームチーズ乗せる、これがうまい。これもうみんな口の中ヒューヒューなんですね、きっと。これはうまい。焼けた後の稲荷去年だって一昨年だって、里芋の黒ごま、でもね、サトイモの黒ごま、どうでしょう。これちょっとこれ捨ててしまえ。これもうまいです。これ必要ないよね。投げてしまう。これ大根なんだったっけ。ゴミになる。大根は。大根の油焼き。あ、油焼きか。油焼き。油焼き。大根の油焼き。うん、里芋美味しい、うん、大根すごい美味しい。これうまいな。大根すごい美味しいですね。油焼きうまいよ。一緒で揚げてアク捨てて、その後に下味ができるんだ。これはレンコンになんかエビを入れたみたい。ちょっとからしがかかってますよ。このからし、これも美味しいな。難しすぎる。うん、エビが美味しい。これ、これ何だっけ？この白何？ちっちゃい。え？あの、これは山芋の磯辺揚げです。あ、山芋。山芋。はい。答えが出てくるのか今のは当たってない。甘い食事じゃない。うん。これもなんか。海苔となかなか美味しいやろ。お前よ、俺の子好きなんだ。甘い。俺の子好きなんだ。悪いやつだよ。甘いから。これは、はてな飯と、ほんでね、おから汁。なんだろう。おから汁。これ炊き込んだったら、それなりの、おから汁。ちゃんと味がするから。おから汁。やっぱりその中の背景を知っていただきたいわ。やっぱり外国人はいい香りしますね。やっぱりね、背景に行ってるんですよ。おからもうまい、ね、おからの汁だ、本当に。いい香りっていうのは、酒ラーメンね。ハテナ、もう綺麗だし。ハテナ飯はちょっとわからないな、これ。それだけですよね。何入ってんだろう。日本人は何とかでも素人通じる。なんでこれができたのか好きな人は前に突き詰めるけど、うん、そこか。だからビギナーでもよく分からない。すごい G じゃない、商人料理っぽい感じ。食人、まあそういうもんだよ。私のカメラはね、ずっと壊れてて、ね、これ、ハテナ飯は何入ってるの。でも、カツオ。え、カツオ。カツオ、カツオだけ。カツオをね、そのタレに漬け込んで、うん、2時間漬け込んで、ふわっと混ぜて、で混ぜる前に一応千切り生姜。あれ？あ、生姜。そう。ずっと壊れたまんまで。今多いな、これはご飯。いや、これのこれです。なんか来ようかな。あ、ない。おからを吸ったの？うん、で、滑らかにするんだ、人。ああ、そうなんだ。じゃあ、口当たりが。あと、先月ここで、こうやって。あははははは。甘いですか。甘い。これは、辛汁がうまいわ。一時の使い方うまくなる。
これ最初は何でしょう。名前なんちゅう。じゃがいもだ。でもじゃがいものトマトグリル。いや、なんでもいい。じゃがいもの玉ねぎチーズ。じゃがいもピザ。じゃがいもピザか。あ、それの方が合ってるな。じゃがいもピザ。おう、いいぞいいぞ。